いやいいっすね、ザギンですよ、アニチューブをご覧いただき、ありがとうございます、兄貴でございます。今日は、ザギンにいるんですけれども、まあこのザギンといえばユニバーサルランゲージでねオーダーしたアニスーツなんですけれども、すごく気に入ってて、まあ、フランネルなんでもうそろそろこう春が来るかなっていう気分だと、ちょっと春夏なんかもうちょっと軽い生地で、まあ、春夏に着れるスーツをちょっとまたアニスーツ作ろうかなと思って、ザギンです、ザギン、銀座のね並木通りの今日は本店のユニバーサルランゲージの方に行ってみたいと思いますんで、アニスーツ作ります。ユニバーサルランゲージメジャーズ。本店いいっすね、この螺旋の感じが、このドットもいいっすね、ずいぶん雰囲気違いますね、なんかね、本店は。あ、どうも、いらっしゃいませ。これなんで今日、銀座の並木通りの本店で、はい、すごい良かったんで、はい、またちょっと春夏のスーツ、もう一回アニスーツ作ろうかなと思ったんですけど、はい、なんでこっちにいるんですか。ちょっと年末にですね、こっちの銀座並木通り本店に移動して、はい、はい、そうなんですね、りました、はい、それはまさにこれ運命ってやつかもしれないですね、はい、いや本当にこれすごく着心地よくて、 ありがとうございます、はい、めっちゃ着てますこれ。いや、ありがとうございます。いろいろメディアとかで着ていただいてるのをお見かけしてます。ありがとうございます、はい、でちょっともう春の感じじゃないですか、はい、でちょっとこれフランネルだったんで、はい、ちょっとね春夏のちょっとアニスーツを、はい、ちょっと作りたいなと思って。ぜひ、はい、今日お時間ありますか。もちろんです。あ、でも全然あります、はい、じゃあちょっとゆっくり座って、はいはい、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。これ本当ラケルのバランスとかも、はい、生地もすごい良かったんですけど、はい、なんといってもなんだろう、この肩に乗る着心地っていうか、はい、すごいですね。ありがとうございます。なんか、これハンド なんていうラインでしたっけ。あ、ユニバーサルランゲージメジャーズのハンドメイドラインですね。じゃあそれちょっと簡単に、はい、アニチューブご覧の、はい、世界中のスーツ好きのために、はい、ちょっともう一回ね、はい、マサさんに解説してもらいましょうかね。かしこまりました。じゃあこれちょっとこちらで、じゃあ、はい、私のアニスーツを元に、よいしょ、なんでこんなに着心地がいいのか、はい、まずマシンメイド縫製と比べてですね、はい、やっぱり伊勢込みと言われる伊勢込み、はいはい、この生地前身と後ろ身に対して、はい、こう違う布を、はい、まあ、こう伊勢込みながらこうつけていくんですけど、はい、この硬い伊勢とあと袖伊勢って言われるこの伊勢の量をしっかりとってます。でここまでですね、はい、かなりこう伊勢の量をしっかりとるブランドさんというのはかなり少ないんですけど。そうなんですね、はい、だからここも本当ストレスがなくて。そうですね、本当なんだろう、カーディガン着てるみたいな感じなんですけど、はい、フォルムはすごく綺麗っていう。そうですね、ミシンでやっぱり縫うのと実際のこの手で強弱をつけながら、まあ、糸がすごくリラックスしているってよく言うんですけど。なるほど。糸がリラックスしている分すごくこう柔らかさ、立体的な着心地っていうのが得れるっていうのがまず。じゃあ糸も私もリラックスするってことなんですか。そうですね、はい、はい、もう一つがですね、はい、この一枚襟と言われる部分なんですが、一枚襟、はい、通常このスーツというのは、はい、この襟部分に、はい、ここにここ、はい、継ぎ目、縫い目があるんですけど、はい、この上襟の部分を1枚の生地をアイロンワークで殺しながら、ここが全部これ1枚ってことですね。そうです、はい、アイロンでこう殺しながら襟付けを行っております。これを行うことで襟にビターッとこう吸い付いたような。あ、これね、時々便利でね、僕物差しの代わりに使ってます。パスタの太さを測るときに、はい、やっぱ今日はちょっとクリームソースだから2ミリにしようかなとか、はい、ちょっと細いサラッとした時のオイルベースがいい、まあ、その足とでもいいですね。メジャーズのアイコンとして。あ、これそう、アイコンですもんね。はい。はい、さらに、フル毛陣。真珠を裾までこう入れる。うん、全部こう入ってると思います、はい。やっぱすごくこの、まあ、胸周りは立体的になってますし、まあ裾もやっぱりよれにくい、すごくいいスーツの定義の一つなんですが、広くしても綺麗ですね。どうすごく綺麗です。ラペルのロールっていうのが非常に美しくこう変える、はい、かなりここまでこうやっているこうブランドっていうのも少なくてですね、なるほど、はい、かなり手間暇かけた工程数も非常に多い。ちょっとなんかますます好きになってきましたよ。ありがとうございます。いや、なんかもう春も近いんで、はい、やっぱりこう
もちろんこれ一年中真夏も着たいんですよ本当は、はい、真夏も着たいんですけどさすがに暑いです。さすがに暑いじゃないですか、はい、やっぱりこうスーツを着てこう背筋が伸びるっていうか、はい、なんだろうリモートワークとかいろいろ最近ご時世ってこうカチッとしたドレススタイルがどんどん少なくなってるじゃないですか。そうですね、はい、でもこうやってスーツを着てタイを締めるとこう背筋も伸びるし、はい、もっとなんかこう前向きになるっていうかきちんとするんでそういう思いになるようなスーツを作りたいんですけど、はい、あのモヘアって分かりますか、はい、ちょっとテカッとツヤがある感じ、はい、モヘアの生地がすごく大好きで。あ本当ですか。なんかこうモヘアで、まあ、ちょっとアニスーツで、はい、なんかおすすめの生地があったら、はい、ちょっと今日見せていただけると、はい、かしこまりました、はい、とっておきのやつをとっておきのやつ、はい、ございますので、はい、ご用意いたします、はい、こちらです。もう選んでたんですね。もうモヘアと言っていただいた瞬間にもう瞬間に、はい、瞬間モヘア、瞬間モヘアです。いきなりモヘアいいっすね、はい、こちらですね。モヘアってこうちょっと張りがあって、はい、ちょっとなツヤがあるって、はい、私はすごく好きなんですけど、はい、あの簡単に言うとどういう特徴があってどういう素材なんですか。モヘアはですね、はい、アンゴラヤギの毛を使っているんですが、でさらにこのカルノニコのコレクションに関しましては、はい、あのスーパーファインキットモヘアというコレクション。キットモヘア、はい、このキットモヘアっていうのが子供を意味する、はい、キッズとかの意味なんですが、あなるほど、はい、通常のモヘアっていうのはあの糸がしっかりこう太くて、ちょっと大人ってことですか、はい、張りがあったりとか、あとはドライタッチ、はい、手触りもすごくこうシャリッとしたもの、はい、あの質感なんです。確かに、はい、ちょっとソフトですね。そうですね、あのその子供の毛を使っている分少し滑らかで張りはあるんですがちょっと柔らかいタッチになってます。なるほど。モヘアの特徴は、この生地もカノニコでしたっけ、はい、これもカノニコです。でまたカノニコですか。カノニコです。なんか松田さんとカノニコなんかネットワークなんかあのイタリアと日本でなんかあるんですかね、なんかこう、まあ、あの当社はですね、まあ、カノニコとか、はい、あのイタリア素材のこのカノニコレダーといったところを非常に多くあのバイイングさせていただいているので、はい、よりおすすめの、まあ、生地のブランドにはなります。そうなんだ、スーパーファインキットモヘア、はい、私もあの夏とか春夏シーズンだと、はい、このモヘアはすごい好きなので、はい、毎シーズン1着2着は作るんですけど。そうなんですね。やっぱりあのなんといってもこのドライなタッチで、はい、肌に触れた時にこうシャリッとしているの で、 そうですよ、ね、ベタつきが少なかったりとか、あとパンツのクリース、はい、これが抜けにくいっていうのは、なんか日本は、はい、結構湿気もあるんで、はい、なんかいいですよね。いやすごくいいですね。実用的でもいいし、このちょっとなんか色気もあるし、はい、そうです。艶もやっぱりあのモヘアの持つあの艶っていうのもすごく出るんですけど、まあ、大人の毛と違って少しあの、まあ、子供の毛なのでもともと取れるあの量っていうのがすごく少ないんです。なるほど、はい、大人のモヘアの6分の1って言われるんですけど。そうなんだ。すごく希少性も高くて、でモヘアってどうしてもあのデメリットとしてはちょっと硬いので、はい、着心地としてちょっと硬くなってしまって、はい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 、着感がちょっとこう硬いなって言われる方もいらっしゃるんですけど、はいはい、これでも全然違うんですか。ヒットモヘアは、はい、ちょっと柔らかさもあってモヘアの良さっていうのを十分に堪能いただける生地ですので。ヒットモヘアだな、もう非常におすすめの。いやなんか気分は、はい、もうこの 5,6 年ずっとネイビーの無地で、はい、着てて、でこういうちょっとストライプ、まあ秋冬物で作ったんですけど、はい、やっぱモヘアの無地でグレーもいいけどネイビーもいいっすね。まあそうですね、春夏のちょっとこういう若干明るめネイビーっていうのもすごくこれぐらいの感じがいいんすよね、はい、あんまり明るすぎても本当イタリア大好きですって感じにも、はい、まあそれ悪いことじゃないんですけど、はい、で濃すぎてもちょっと地味だし。そうですね。ただグレーもおすすめはですね、はい、このチャコールグレー、なんかこっちに行きそうじゃないですか一瞬、はい、ミディアム、私もずっとミディアムグレーミディアムグレーって気分だったんですけど、はい、もうちょっとなんかこうあんま目立ちたくないってわけじゃないんですけど、はい、なんかもうできるだけもうなんかこう内に秘めたいっていうか、はい、あのスーツを、はい、そうなるとこれぐらいのチャコールが控えめっていうか。そうですね、ウール100でチャコールグレーっていうのもすごくいいんですけど、はい、今回モヘアコンですので、はい、モヘアの持つこの張りというかシャリというか、はい、あとこの生地の表面感っていうのがすごくこのチャコールグレーがよく出てるのかなと、はい、艶もありますし。艶もあるし、はい、
いやもうこのアクリル板の奥からもうユニバーサルグルーヴがもう松田グルーヴがすごいですよ。もうこうなってますもん、はい、自然に話してるうちに、はい、いややっぱこれ、まあ、色がどうしても濃くなると重く見えがちだと思うんですけど、はい、こういうモヘアが入ることで軽さっていうのがすごく出ると思うんですね。なるほど、はい、確かに通常のウールだとこういうグレーになんないですもんね。そうですね、特に春夏だとちょっと重く見えるので敬遠される方もいらっしゃるんですけど、このモヘアがやっぱり入ることで清涼感、あとはやっぱりツヤっていうところ、うん、ちょっと濃いめを選んでもかなり軽く見えるっていうところが、なんか並木通りの本店の店長になって急になんかまたグルーヴが増しましたねでもまあ運命ですしね、気合入ってます、はい、こっちで今日出られると思ってなかったんで、はい、じゃあもう決めました、はい、もうこのチャコールにします。チャコールで、じゃあ形です、ちょっと相談、そちらの方でちょっと、はい、相談いいですかね。ぜひぜひ、はい、じゃあそちら抜いてみます、はい、でさっき の, あのモヘアでのチャコール、はい、あキットモヘア、はい、でまあ、シングルで考えてるんですけど、はい、もうあまりにこの気に入りすぎて、はい、もうそのまんまぐらいな気分なんですけど、そうですね、もうこの出来はもう非常にいいですね、はい、丈感も袖も、はい、ラペルもいいし、パンツも、まあ、あとこのサイドのサイドアジャスター も, アジャスターもちょっといい感じなんで、はい、まあ、ラペルこれまで広げられるんでしょ、これが一応今のマックスです、ね、これがマックスなんですね、はい、でチェーンポケもいいしな、まあ変にいじんない方がいい、はい、いいっすよね、まあ、そうですね、もう本当に一発目の仕上がりが非常に良かったので、じゃあもうこのまま行こうかな、このままで十分かな。いやでもちょっとね、はい、さっきからずっと思ってたんですけど、はい、ダブルしか着ないじゃないですか。ダブルしか着ないです。なんか自分もずっと、まあもう50代になったんですけど、はい、ずっとダブル着ようと思ってて、いやちょっとまだいいかなみたいな、はい、でなんとなくもう本当に大人になって、もう50超えたら1回ダブル着てもいいかなぐらいな、ずっと思ってて、はい、で前回お会いした時もダブル着てて、はい、今回もダブルで、はい、もうダブルしか着ないっていう、ダブルヤングマンじゃないですかそのなんかちょっとねグイグイ着てるんですよね、はい、ださっきシングルって言った時にダメって言われるかと思ったんですけど、はい、シングルで大丈夫ですかねダブルもいいと思います、ね、いいっすよね、はい、でちょっとあのキットモヘアのチャコールが、はい、あまりにもなんかちょっと運命的なもの感じたんで、はい、ちょっとダブルも作ってみようかなみたいな、はい、あダブルもですか、はい、だからダブル2じゃなくてシングルとダブルでユニバーサルダブルランゲージみたいな、はい、生地はありますかね生地は、はい、大丈夫、生地ありますか、はい、じゃあシングル100にダブル100ぐらいとか、それ作りすぎですかね。シングル100ですか、 100着のダブル100着とか、はいはい、それ作りすぎですか、はい、じゃあダブルを作る場合も僕のイメージ的にはもう、はい、なんだろう、目の前にこうあるんで、はい、ただこれは松田さんのスタイルがあるんで、はい、そこからなんか自分っぽいとか、まあ、この雰囲気のダブル版みたいな、はい、なんかこうサンプルっていうかこう ありますか、はい、じゃあそちらの、まあ、この当社が一番、はい、人気モデルのナポリモデルなんですけど、はい、このモデルで私が使っているのがこのダブル、そうですね、はい、その6つボタンっていうんですか、はい、6つボタンの感じが、パッドも入ってない柔らかいこう片付けナチュラルな感じで、はい、まあ、ダブルって作っていただくと、あの生地でしたらすごくかっこいいな、ね、ちょっと一回サンプルがありますので、はい、ご用意、おこれがちょっと前回使わせていただいてるんですが、ちょっと一つ小さい、なるほど、モデルサンプルですね、ダブルのモデルイメージ、なるほど、はい、これは、このラペルもここから大きくしたりできるんですか？もうできます、はい、これは大きくしてるんですか？これは少しだけ、5ミリだけしてますね。なるほど、かなりダブルに関しましては幅はしっかりありますので、はい、もうこのぐらいでも全然いいのかなっていうのはありますけど、なるほど、はい、なんか全部やっぱ雰囲気、なんかいいっすね、ダブル、そうですね、もっと早く着とけばよかったですよ、はい、じゃあこれをベースに、はい、まあ、微調整をして、はい、あとチェンポケをつけたいのと、あチェンポケと、はい、あとパンツ、まあ、シングルのこのパンツも、はい、もうちょっと裾は広くしてもいいかなと思いながらも、ね、やっぱりこのバランスで良かったって納得しちゃってるんですけど、はい、ダブルにした場合ってなんかちょっと変えたりとかなんかありますか？そうですね、まあ、同じにされる方も全然いらっしゃるんですけど、はい、
やっぱりあのラペルも少し広くなったりとか、はい、まあ、ダブルブレストってちょっと重厚感がちょっと出ますので、はいはい、少し裾口を広げてあげて、まあ、スリムストレートぐらいで、まあ、落としてあげてもいいのかなっていうのは。裾幅を気持ち、はい、気持ちですね。3ミリぐらいですか、2ミリぐらいですか。5ミリでお願いします。5ミリぐらい、はい、じゃあ 5.6 とか、はい、まあ、5ミリぐらいがいいですよね。5ミリでお願いします。だから、幅が5ミリだから幅として、はい、トータルして1センチだから、はい、まあ、気持ちちょっと、そうですね、まあ、少し1センチはやりすぎですよね、多分。またね、1センチだとそうですね、またちょっとクラシックになりすぎますかね。はい、まあ、全体周で1センチ広げてあげるとちょうどいい感じですね。もう少し、はい、スリムストレートぐらいでストーンと落ちてくれるので。じゃあそれで、はい、もうこのサイドアジャスターのベルトレスもすごくある、ベルトループなしもすごく気に入ってるんで、はい、じゃあこれであれですね、2着ですね。2着、はい、ありがとうございます。じゃああと細かいディティールの話をちょっと、はいはい、座って引き続きよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ、まあ、シングルとダブルということで、はい、また細かい、セッパとか裏地とか、はい、簡単にそこら辺のちょっとディティールの、はい、ちょっと前回もお話しさせていただいてるんですけど、まあ AMF ステッチ、はい、袖口の本開きですね、はい、本セッパ、はい、あとは中の大バジ立て、はい、あとは水牛のボタン、はい、このあたりのオプションに関しましては、はい、当社全部無料で。なるほど、全部乗せしても無料みたいな、はいはい、無料です。全部乗せ、チャーシューからゆで、あの全部味玉全部ベルテも普通のラーメンと同じ料金で、はい、分かりやすいですね。分かりやすいですね、はい。あとじゃあ裏地とかも、はい、裏地だけ少し、あ、ここ無地だな、無地で、はい、ここ無地だったんだ、無地で、はい。なんかせっかくだからシングルとダブルで色変えるっていうの、はい、変えられますか、はい、あれかな、はい。あとはお色はどのあたり、どっち、まあ、同系色ですと、はい、まあ、これ、はい、チャコールですね、まあ、反対色をつけられる方もいらっしゃるので、こういうブルー系とか、はい、一着はノーマルにこのグレー系、はい、こっちの感じで、はい、まあ、もう一つはちょっと、ね、そうですね、少しあの春夏で明るい感じの印象も出したいので、まあ少しブルー系とか入れてもいいのかな。2着を出すとそういう楽しさもありますね、はい。で、プライス的には、はい、まあ、生地でほとんどベースが決まってくると思うんですけど、はい、まあ、7万円台、8万円台とかそこら辺のゾーンですかね。そうですね、あのハンドメイドラインの金額も込みで7万9000円、はい、なるほど、があのシングルの押し立て台になってます。なるほど、ダブルに関しましては、はい、そこの、10% マシンになるってことですか。はい、生地が少し多くなるので 10% アップ。あと、ちょっとさっきあの入り口こう来るときに、はい、なんか、ネクタイ、あ、ネクタイ、はい、ネクタイのオーダーみたいなのを見たんですけど、はいはい、それもできるんですか。そうですね、あのネクタイオーダーも最近、はい、あのスタートいたしまして、じゃあせっかくなんで、じゃあ、はい、ちょっとネクタイの方も、はい、ちょっと見させていただいていいですか。かしこまりました。で、楽しみですね、はい。で、これが、ネクタイのオーダーですね、はい、あ、じゃあちょっと教えていただけますか、はいはい、まずあのネクタイの幅です。あ、幅ですね、はい、これが6センチ、7センチ、ここの幅にあるのかな、この台剣幅ですね、はい、9センチ、9センチもちょっとクラシックですね、はい、まあ、ちょっとこういうナローだったらこういう細身の、そうですね、まあ、今はやっぱりこういう8センチぐらいが、私も普段してるのは大体今8センチが、ね、そうですね、ラペルも大体 8.5、8センチっていうのが多いので。なるほど、はい、でまず幅を選んで、はいはい、あと長さですね。あ、長さ、はい、長さに関しましては140、145、150、155と。なるほど、ちょっと150 見せてもらっていいですか。はい、大体既製品で展開しているネクタイっていうのが大体145ぐらいっていうのが多いんですが、やっぱりあの首回りとか、はい、あとは股上によって、まあ、あと証券っていうか、はい、この後ろ、まあ、こういうね、イタリア本面のこういうスタイルも出すかなるし、あ、でももうこうやってこうやる時のこの感じで分かりますね、もう。そうですね、自分の感覚が、はい、これ150か、150ですね、150の上もできるんですか。155というのもございます。おそらくご身長とか、はい、まあ、ネックサイズからいきますと150ぐらいが、はい、そうですね、多分155にすると、はい、これぐらい楽しめるかもしれないです。これ、そうですね、これぐらい出したりとか、でも普通はもうこれぐらいに収まる、ここにこう収まるのが普通なんで、まあ一回スタンダード、長さ150ですね。150で、はい、ありがとうございます、はい。で、幅は8センチで、はい、8センチで、長さは150で、はい、なんだろう、
ね、ネクタイもスーツもオーダー してないんじゃねえかぐらい控えめにも、はい、スーツのことなんかこの人何も考えてねってぐらいすぐ考えてるんですけど、はい、それを思われたくないぐらいだと、はい、やっぱりネイビーの無地系ソリッドな、はい、もうネイビーの無地帯ってよくまず1本は絶対持った方がいいのはネイビーの無地、はい、本面は黒のニット帯ってこれ言い続けて20年ぐらい経ってますけど、はい、今だけ買わなくて、まあ、もちろんそういう柄物とかストライプも欲しいんですけど、はい、なんかこの感じですね。そうですね、このチャコールでしたらもう定番ですけど、こういうネイビーの無地の帯で1本いいのを持っておくっていうのも、そうっすよね、はい、仕様も結構こう様々選べまして、確かに、はい、そうだ、そうだ、仕様がこれだけあるんだ、はい、そうだそうだ、総裏のレギュラー帯って、まあ、裏地をついているような、はい、こう通常のものが一般的なんですが、はい、今回ですね、はい、セッテピエゲ、セッテピエゲペロボレ、セッテこれ7本作りましたか、はい、じゃあもう、はい、これいいっすね、まあ、7つ折りっていう、まあ、こっちで4回、こちら側で3回畳んでいることで、まあ、セッテピエゲって呼ぶんですけど、これは、はい、セッテって7、はい、7だっけ、7です、7回折ってるっていう意味なんですかね。そうですね、はい、でこのセッテもいろいろあるんですか、はい、セッテにこのですね、裏地までついてるものと、はい、こっちは三つ巻きといいまして、この裏地を抜いてちょっと柔らかいこうスカーフのような、こっちのはちょっとソフト、ソフトですね、はい、ソフトですよね、三つ巻きというここに3回こう巻いてるんですけ ど、 あ、なるほど、これも今回通常リバーミシンっていうミシンでこう叩くんですけど、はい、今回はハンドステッチ、ハンドで、あ、でもこれも軽い感じ、そうですね、ちょっとこうスカーフのようなこう柔らかい、ね、はい、感じで全然違いますね、これ、そうですね、全然違ってくるんですね、なかなかこうセッテピエゲっていうのも国内のメーカーさんで作っていただけるところも、まあ、意外と少なくなってますね、なるほど、まあ、当社は京都のファクトリーで今回作らせていただいてるんですけど、そうなんですね、6個の職人さんが、まあ、非常にこうかなり高度な技術で作ってますので、このセッテピエゲなんかで作っていただくと、これだったらやっぱジャポネにも合いそうですもんね、ジャポネ、ジャポネも、はい、本当はまあちゃんとしたイタリアのリストランテもいい、もちろんいいんですけど、日本人なんで、はい、これとジャポネのジャリコかな、これジャリコ、はい、ジャリコに合うかもしれないなじゃあ、スタイルはじゃあこのセッテピエゲのロールアップで、はいはい、このレギュラーかのネイビー、はい、あとのディティールは何かあるんですか、あとはこの缶抜き止め、缶抜き止め、あ、はい、この部分だ、この部分ですね、はい、の色を、まあ、例えば、あ、いろいろできるんですね、アクセントカラーとか、はい、ラッキーカラーとかで変えられる方もいらっしゃるんですが、なるほど、まあシンプルに、シンプルにネイビーで、ネイビーで、はい、で、スーツ、シングルとダブルで2着と、はい、ネクタイで、1ヶ月ぐらい、1ヶ月、そうですね、1ヶ月、1ヶ月ぐらいですか、はい、いやじゃあちょっと楽しみしてるんで、はい、ちょっとお腹空いてないです、ちょっとジャポネ行って、はい、1ヶ月後にまたちょっとね、はい、会えること楽しみにしてます、じゃあご連絡させていただきます、グラッツミール、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、楽しみだな、ダブル楽しみだな、結構、いやー1ヶ月ぶりのねザギンですよ、モヘアのスーツね、シングルとダブル、あとネイビーのネクタイも作ったんで、1ヶ月ぶりのザギンでユニバーサルランゲージメジャーズ、楽しみですね、楽しみすぎる、いやーご無沙汰してます、1ヶ月ぶりの、お久しぶりです、もうこれ見ないようにしようかな、なんかこの辺からちょっとグワーって来てますけど1ヶ月ぶり、ちょっとここに来ました、はい、もう見ないようにしよう、やめようかな、もうやめられますか、いやいやもう無理ですね背中からもうグワーって来てる、じゃあ早速、じゃあ、はい、2着とシングルとダブルと、はい、ネクタイですね、ネクタイです、ご用意します、やばくないですか、いやもう今回もなかなか、なかなかの出来上がりですね、生地やっぱ良かったっすね、いや生地もすごくいいですね、こっちはもう同じ、はい、だからまさにこの、そうです、もう前回のアニスーツと同じディティール、同じ仕様です、うーわーやばいですよ、もう期待に進化させましたから、今回はそうですね、小文字にちょっと変化っていうか、このキットキットモヘア、キットモヘア、はい、のチャコール、はい、やばいっすね、これこれは仕上がってきてやっぱりいいなっていうのは、いいっすね、はい、でまたこのなんか同じ生地で、はい、
いいっすね、ダブル。いやダブルもめちゃくちゃいいですね、これは。これもチェンポケ、チェンジポケットで、でパンツは両方と もサイドアジャスターの、サイドアジャスターですね、はい、いやで、ネクタイはネイビーの、はい、ネクタイも仕上がりました、ネイビーのセッテビーゲー、はい、うわこちらで、やっぱシンプルでいいっすね。てかそのモヘアのブラウンもすごいっすね。気づいていただけました。いやもうベリッシュもすごいっすよ、はい、これ、はい、ちょっと今回あのモヘアのスーツということで、私もあのモヘアをいいっすね、ブラウンも、はい、気合い入れて着てきました。いやじゃあ早速ちょっとシングルからちょっとね、はい、シングルから着てみましょうかね。はい、確かに我慢できないんで、はい、いやーお疲れ様です。これやばいっす、めちゃめちゃいいっすね今回も。これこのチャコールグレーのモヘアやばいっすね、はい、いやすごいいい出来上がりですね。なんか、はい、グレーなんかガンベタっぽいとかちょっと黒っぽくも見えるし、はい、クラシックだけどちょっとなんか新しさもあるし、はい、すごいこのツヤ感も出てますし、ツヤ感いいっすね、はい、生地のこの柔らかさも出てますし、なんかフランネルとこうやって生地を変えるだけでも、はい、変わる、こんなに全然印象かなり変わりますね、はい、このチェンポケのディテールとかもよりなんかこうはっきり、はい、やっぱ生地が軽いんで、ま、全然そうですね、軽さがすごいですね、ステッチの感じもすごいよくこう入ってる感じがよく見えますし、またこの立体的でソリッドのオーダーしたネクタイが、はい、これぐらい控えめでいいですよ、もうそうですね、このこんなにいい存在を消したいぐらいの、はい、パンツももうこの同じディテールで、はい、全然雰囲気違いますね。違いますね、やっぱり生地変わるだけで清涼感ありますので、かなりこう軽い着心地だとは思います、はい、前回とまたフランネルともちょっとこう全然こう変わった雰囲気なんで、ちょっともよりシャープな感じですね。シャープな感じに見えます、はい、ダブルもちょっと楽しみですね。変わんないですね、はい、いやこれダブルやばいです、これダブル、これお疲れ様です。これやばいです、これなんか新鮮ですよ。めちゃくちゃかっこいいですね。いやダブル作ってよかったっすよこれ。ありがとうございます。サイズとかいかがですか。いやもう完璧です。ちょっと前丈もシングルよりは少し長い感じなんですか。あ、まあ、ダブルですのでちょっと 前身の方が少し長いような感じになってるんですけ ど、いや、はい、なんといってもやっぱりパンツの幅を5ミリ上げるったのが、はい、やっぱ私しか分かんないですかね。すごい分かります。いやあの見た感じですごく分かりますね。シングルのパンツだともうちょっとこう、はい、やっぱここら辺の存在感もあるしチェンポケもあるんで少しテーパード気味になってたんですけど、そうですね、こっちの方がやっぱりダブルの上の重厚感に合わせて少しこうストレート気味に確かにあの落ちてるような感じですので、まあ本当に細かいところですけど、まあ、そこがやっぱりこういうオーダーの綺麗ですね、はい、醍醐味的なところかな。これでもこれよりこれがレギュラーの幅でしたっけ。レギュラーの幅です。サイズにももちろんよるんですけど。なるほど、まあ、ここからもしご要望があれば5ミリぐらいでしたら松田さんちなみにそれ5ミリ広げてます。あ広げてるんですね、はい、ただ僕とこのスーツは同じぐらいのラペル幅になってます。あそっか、はい、ボディがちょっと小さいから、はい、いやチェンポケいいっすね。あとこのタイがやっぱ、はい、まあ、ちょっとしか見えなくて、はい、まあ、そこでストライプとかプリントもありなんですけど、このソリッドにソリッドでダブルなのに BD ボタン外して、これ前回オーダーさせていただいた、はい、もうこれでいいんですよこれで。今私これ一つ掛けですけど、はい、まあ、普通一つ掛けが基本なんですかね。あこの6つボタンでしたらもう一つ掛けですね、まあ、開けて今はちょっとこう着流す着方なんかも非常に、まあ、こういうそうですね、こういう感じの、はい、着流してもかっこいいかなと。いいなダブルめちゃくちゃお似合いだと思います。本当ですか、はい、やっと大人になれましたかね私もやっと大人になれましたかね。これは大丈夫ですか、ね、めちゃくちゃかっこいいと思います。これ、はい、銀座歩いても大丈夫ですか、ね、いやもう全部めちゃくちゃお似合いだ歩く気ブラブラする気満々ですからね、はいはい、いやちょっとダブルハマっちゃいました。ありがとうございます。今日また作っていこうかな。もう もう一着ですか。ダブルをトリブルみたいなのもよくわかんないですけどで、はい、今回のこの、まあ、シングルと、はい、まあ、このアニスーツですね、はい、でアニスーツはそのなんか オプションのサービスでしたっけ。何でしたっけ。 アニ、はい、アニインフォメーションありますよね。アニインフォメーションございます、はいはい、じゃあアニインフォメーションをお願いします、はい。
前回もこのアニオプションとして通常、この胴裏のキュプラ、あとお袖裏のこのキュプラが、3000円かかるところを、はい、これを無料、無料、はい、あとはこちらのサイドアジャスターですね、はい、こちらが通常2000円かかるところをこちらもアニオプションとしてサービスさせていただいております。なるほど。今回もまた動画を見ていただきまして、はい、まあ、アニオプションと。そうですね、はい、ぜひ、まあ、これはシングル単体でもダブル単体でも、はい、まあ、2着でも、はい、3着でも4着でも別にオーダーはできるということですよね。はい、まあ、私もシングル、今回シングルを作ろうと思って、はい、まあ、もうずっとこのダブルグルーヴがどんどん来ててあれですけど、実際こうやって作ってみるとなんかもう馴染むっていうかちょっと癖になりますね。いや、そうですね。これオーダーもしね、はい、この動画とか見てオーダーしたいなと思うとやっぱ予約した方がいいですよね、お店で。何月何日何時頃来るとか。そうですね、ご予約をいただいた方がスムーズに。そうですよね、はい、急に行ってはできますかって言ってもね、例えばもうお客さんがいらっしゃる場合とかいろいろあるんで、はい、だから髪切るのにちょっと近い感じですね、はい、まあ、切れる時もあるけど予約した方が、はい、いただいた方が確実に。そうですよね、はい。あとは、まあ、今回ね、アニスーツで、はい、アニ着、アニ着ですけどね、はい、あと100回ぐらいこれ言いますけど、アニ着、はい、アニスーツのアニ着、はい、なんかちょっと購入特典的なものとか、はい、あとネクタイも作ったんで、はい、なんかありますかね。あ、アニ着ですと、はい、アニ着、はい、まず2着購入特典、はい、で、まあ、2万9000円オフとさせていただきます。スーツを2着オーダーすると、はいはい、2万2万9000円オフですね。あ、それは素敵ですね、はい、もう一つ何か特典が。あ、今回お作りいただきました、はい、オーダーネクタイ、はいはい、あ、これですね、これ、はい、こちらです、はいはい、スーツをご購入いただいたお客様に 20% オフで、はい、オーダーの、はい、ネクタイを。こっちは、ダブルでもシングルでもどっちでも1着、はい、1着オーダーにつき、はい、ネクタイがディスカウントでオーダーできる。そうです、はい、素晴らしいですね。ありがとうございます。じゃあここで、じゃあ3着行った人は、はい、3着行った人の特典は何かありますか。3着は3着行くと多分ね、はい、もっとすごい自分の、ね、メンタルが強くなると思います、はい、ちょっと上と相談します。自分に負けないってことすごい大事、はい、油断できないし、この明日どうなるか分かんないこの世の中の中で、はい、私は何が言いたかっていうと、はい、ダブル着ただけでもうすごいポジティブになってます、はい、すごいもう余計なこと考えないでいいことしか考えないみたいな、多分そういう力がね、こうそれは多分ね宇宙の力ですね。はい苦笑いですね、はい、これじゃあ早速ですね、もうちょっと銀座をブラブラしたいんで、はい、まずちょっとこのパンツの幅がちょっと 0.5 ミリ広い、はい、ダブルでいって、はい、ちょっと途中でアニ部屋で着替えたいんで、はい、もうこれそのまま持ってっちゃうんで、もう我慢できない、画面なしでそのまま行きますか。ここまでありがとうございます本当に。これでブラブラ行くね。ありがとうございます。このスタイルで行くからも銀座スーツ一着持ちで、いやー、なんかやっぱいいな、ラベルの感じがいいな。